皆さんこんにちは。カリチャンネルののぞみです、今日はですね、猟銃刀講習会初心者講習を受けるために土浦に来ています。今日は朝の9時から夕方までお勉強して、そして最後にテストがあります。そのテストに受からないと、猟銃の狩猟免許は持っていても銃を持つことができないので、しっかりと頑張ってお勉強してこようと思います。それではどうぞ。はい、それでは行ってきます。頑張ります。ではですね、今日1日の流れをお伝えしていきます。朝の9時から12時までが法令に関するお勉強です。で、12時から1時までが、お昼ご飯、そして、1時から3時までがまたお勉強をして、3時から4時までの1時間でテスト、4時から5時までで採点と結果発表になります。いやー、緊張しますね。アオリイカ言われたりすごく不評です。かわいいじゃんね。行ってきます。今テストが終わりました。やだ、すごく基本的で、なんて言うんだろう、絶対にこれが出ますよみたいな問題は35問ぐらいでした。50問中あとの15問はなんか引っ掛け、なんか日本語が怪しい、なんか微妙なところが、微妙な間違い探しみたいなのが15問くらいあって難しかったです。みんな難しいって言ってた。しかも茨城県結構難しいだし、しょんぼり、合格はですね、50問中おおむね45問以上の正解で合格になります。もう私は30分経過したので途中退場してきたので、途中退場した方からすぐに採点が始まるらしいです。なのであと30分くらいしたら多分呼び戻しをされるので、それまでドキドキしてしょんぼりしながら待ってようと思います。もうね、皆さんがあれってこうだったよね、こうだったよねって言ってるので、私3問か4問で
確定、間違い確定を見つけてしまって、もうやだ。ではありますが、頑張っていきたいと思います。とりあえずよかった。これからもですね、いろいろな動画を上げさせていただきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。それではまたお会いできる日を楽しみに。